B 級。はい。今回なんですけども、はい。実は約半年前ぐらいからですかね。そうですね。はい。あるプロジェクトに取り組んでまして、はい。そのプロジェクトがなんと、はい。逆手でもし半年間スパイクを練習したら、うん、どれくらい上達するのかっていうね、結構大掛かりなねプロジェクトに取り組んできました。そうね。はい。思った以上に大変やったよね。めちゃくちゃ大変でしたね。そう、これは。そのだけどれぐらいさスパイク打ったらきついとかわからんかったけんさ。そうです。そう。最初は1日100本、うん、1日100本とかその撮影の時に、うん、撮影ももろもろした後に100本打とうぜっていう話してたんですけど、うん、もう100本とか打てんかったもんで、ね、きつすぎて。そうね。だから思った以上にね時間もかかったし、うん、大変でしたね。でやっとこの前ね、うん、ノルマの、まあ、半年間で1000本、うん、スパイクを打つっていうね企画を終えることができました。はい、はい、で今回はそのね様子をもう全部カメラに半年間ずっとカメラ回してその成長の過程をね撮ってきたので、うん、その様子をちょっと最初から最後まで皆さんにお届けしようかなと思います。そうですね、はい、もう最初と最後めちゃめちゃ変わってるし途中からね急にバーンって多分変わってるのがもうあるんで、うん、多分全部見てくれた方がおもろいですねこれは。そうね、うん、こいつここで打てるようになっとやみたいなあるんで、で最後最初と最後どれぐらい変わってるかっていうのも分かるし、うん、面白いと思います。はい、ということでじゃあ映像の方流していきたいと思います。さあWe'll be right back.
い。どうでしたか皆さん。まあ最初とね最後比べてもらったらもうすごいわかると思うんですけど、うん、全然球のキレも違うし、うん、打ち方もね変わってると思うんですよね。そうそうそう。まあこれ予定ではね何年というか1年以上かけてね1万本ぐらい打とうみたいな話でやってたんですけど、あまりにもちょっとスパイクってなるとね時間かかりすぎたので、うん、今回は1000本っていう感じでねやらせてもらいました、うん、で今回これをなんでやろうかって思ったかっていうと、はい、僕らってねある程度やっぱバレーできて、うん、そのうまいうまいって結構言われることが多いんですよ、まあ、15年もねやってるからね。もう元々積み上げてるのがあるんで、まあ、一人できるって感じなんですけど、うん、そのセンスがめちゃめちゃあるとか能力が高いとかそういうわけじゃないんですよね、うん、地道な努力がその結果として出るんだよっていうのを、うん、みんなに伝えたかったんで、もう結構ね半年って結構長いと思うんですよ、うん、このもう10分ないぐらいの動画だけど、うん、でも半年間これやってきて地道なね積み重ねが大事だよっていうことをねみんなに伝えたかったんで、うん、今回この動画を撮りました、はい。まあ、たった1000本やけどね。そうそうそう、目に分かるぐらいの変化あるってことなんですね。そうね、超変わったと思う。しっかりね考えて継続すれば結果が出るっていうことをね、今回、まあ、1000本だけしかやってないですけど、うん、まあ、それなりに伝えることができたのかなと思います。そうですね。でね今回スパイクを1000本やったんですけど、はい、実はねまた同じようなプロジェクトを今僕ら取り組んでまして、うん、次はサーブ、うん、はい、サーブをね1万本、はい、打ったらどれくらい成長するのかっていうのをね今もう数ヶ月前から取り組み始めてます、うん、でその過程をね次は皆さんに届けていこうかなと思って、月1ペースぐらいね。そうね、今度は1万本なんで1000本ごとにこう動画出してって、まあ10本かもっと短くするかもしれないですけど、そういう感じでね成長の過程を今度サーブバージョンでね届けていこうかなと思います。はい、はい、でまだねバレー全然できないっていう人とかもね、こう僕らも一緒に今全くできない状態からそうね、スタートしてるんで、同じようにこう成長していければね、いいかなと思うんでね。はい。はい、皆さんじゃあそっちの動画もね、ぜひ楽しみにしててください。はい。ということで、じゃあ今回の動画面白かったら、高評価とコメントよろしくお願いします。お願いします。B級